ごいなんか一緒にホスト来るの初めてじゃない？ね、めちゃくちゃ楽しみなんだけど、ね、超楽しみなんだけど、ね、なんか自分の担当なんか早く見せたい。いや私もめっちゃ見せたい、ね、めっちゃ楽しみ。もうすぐ呼んだから来ると思う。私も呼んだよ。ね、なんかさブブデートみたいな、ね、やばいよね。やばい楽しみ。めっちゃ楽しみみたいな、うん、いや私も、ね、やばいね。お前それでマウント取ってんのバカだせえからな。はえ、じゃあ行く行って。はい、700万でーす。でもでもでもその時にたまたま使ったのが300だったわけで、私いつも週5で来てますから。週5で来てるからトータル何円くらいいったっけ。2000だよね。やばい、私不当客だよね。一番の不当客って雫この間言ってたよね。暇人かよねえ、しずく、私さ、普通に仕事しながら来てるじゃん。なんかいつもそれ褒めてくれてるんだよね、しずくって。なんか、みゆは忙しいのに、たくさん働きながら、ちゃんと通ってくれてるの嬉しいって。何やってんの、仕事。どっちも昼食だけど。あ、っていうかさ、みゆちゃんさ、私こないださ、たまたま友達が、なんか夜食やりたいって言ったから、いろいろとサイト調べてたんだけど、なんか、総務省なんだってね。すごいね。頑張ってるんだね。それ多分同じ名前の人なんじゃない？うん、顔写真思いっきり出てた。あのポーズ、みゆちゃんのお気に入りのポーズなのかな。また広げて M 字開脚、すっごい。そこから見る景色はすごいんだろうなって思って本当に尊敬してるね。私も尊敬しちゃう、みゆちゃんのこと。しずくもそうでしょ。あ、しずく知らなかったんだ。そっか、ごめん隠してたんなら。ねえしずくん、今日さ、この後さ、アフターちゃんどこ行く？なんかみゆめっちゃ調べたんだけど、この近くにすっごい美味しいラーメン屋さんあるっぽくて、しずくラーメン好きじゃん。ねえごめん、ラーメン調べても意味ないから、しずくとアフター行くのは私。そうだよね、だって今日一緒に行くってさっき LINE で約束したもんね。じゃあしずく、あれだったよね、ラーメンの一夜好きだったよね。じゃあもう近くにあるの行こう。その後カラオケとかね。一蘭とかいつでも行ってるとか、ね、私さ昨日一蘭一緒に行ったよね。ねえ、だから2日連続は多分嫌じゃない。え、嫌だよね、かわいそう。2日連続の女はかわいそう。私とだったらいいよね。いやだって一蘭に行くのが好きなんじゃなくて、私と一緒にいるのが好きなんだもんね。さすがしずく。すいません、アルマンド一つお願いします。はーい、すいません、チーお願いします。お前面白い女だね。何言ってるの、花束の方が面白いでしょ。サイトで M 字開脚なんて広げちゃって、しかもモザイクなしで記載されてるなんて、ずいぶん気合が入ってるんだね。さすがだね。700万私 OL やってるんですけどっていう体だったのか。そっか、しずくにはそういう体で言ってたんだ。だって OL やってる人が、家は別にもともとお金持ちでもない人が700万なんてバースデーで支払えるわけもないもんね。イエーイ、しずくのショーパンだよ。一緒に飲もう、しずく。やばい、え、すごい。あ、でもごめんなさい、間違えて手が滑っちゃいました。一気にこぼしちゃってごめんなさい。でもキティがあるから大丈夫です。キティ来たー。ありがとうございます。ラストは、あ、ごめん、蹴っちゃった。ごめんね。すごいね。そういえばさ、 SM ショーもやってるって言ってたよね。今の蹴りの形使うのかな。ハイヒールとか履いてさ、男の人の背
背中にぐん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 いつも蹴ってるから今のも蹴るのすごい慣れてたし。しずくんはどっちと一緒に飲みたい？私だよね。そういうと思ってた。私だよね。ありがとうございます。すいません、さっきなんかこいつが蹴っちゃってなんか殴っちゃったみたいで、すいません、わざわざありがとうございます。ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。思いっきり SM 賞っぷりの蹴りを見せちゃったんでごめんなさい、こぼしちゃって。ありがとうございます。あ、シャンパンコールお願いします。シャンパンコールお願いします。はい、今夜は姫から素敵なシャンパンいただきました。そんな姫から一言どうぞ。この状況おかしいからね。てめえが全部悪いから。てか仕事できなさすぎない？びっくりしたんだけど。てか私たちが結局はナンバーワンにさせてたってことでしょ、雫を。うちらがいなかったらさ、あなたなんてナンバーにも入ってない、ただのドブにいるネズミと同じだからね。ずっと前から似てると思ってました、ネズミに。雫の担当おります、よいちょー。はーい、私も雫の担当おります、よいちょー。